富士通富士通モバイルコミュニケーションズアローズ FJL22 アローズ ZFJL22 は富士通モバイルコミュニケーションズによって日本国内向きに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の第3世代3.5世代及び第3.9世代移動通信システム対応スマートフォンである ISW13 回の事実上の後継機種で 1> 約1年不利となる富士通モバイル製端末である。特徴として LTE と Wi-Fi の同時通信に対応しており、どちらかの電波が不安定な場合により、電波の良い方につなぎ、安定した通信を行うことが可能となっている。また、画像ファイルとテキストファイルを、それぞれの回線で分けてダウンロードすることで、画面表示が止まることなくブラウジングすることができる。ただし、 この LTE と Wi-Fi の同時通信は au 向けのみの独自機能となっている。デザイン面では、アローズシリーズの象徴である指紋センサーが従来の四角型から丸型に変更されており、指にフィットするようになっている。バッテリー容量は 2600mAh。同梱の卓上ホルダーよび専用 NC アダプタの併用により、約10分で、 電池容量30%を超える充電が可能な。他、卓上ホルダーのアタッチメントを取り外すことで、本体にカバーを装着したままでの充電も可能となっている。また5.0インチのメインディスプレイにはラムを搭載。画面データをラムに一時的に保存することで、静止画面時の消費電力を大きく低減した。キャッチコピーは、感動の電池持ちと超急速充電。 LTE と Wi-Fi の同時通信で快適ブラウジング。ストレスフリーな使い心地。PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。